俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、こちらですね、PC 版のアップデートですね。これがちょっとまた来ましたので、今回ちょっとまとめていこうかなと思います。まあ、一個ずつね、早速ピピーって話していこうかなと思います。まず一つ目、金が新年。というわけでですね、まあ、この旧正月なんですよね、向こうは。まあ、一応、旧正月なんでも新しいイベントをするといった感じで、まあ、始めていくような感じみたいですね。まあ、16日から、木曜からですね、始める感じで、まあ、一応ね、スマホ版でも木曜からアップデートが入って始まります。で、二つ目ですね、見ていきましょう。ミッションクリアで、まあ、その新規のオレンジジュース金とか、まあ、いろいろアイテムですね、が4980金券分ですね、まあ、無料でミッションクリアすれば、ゲットできますってなってますけど、まあ、無理やり金券になんか変換したな、という、うん、そういうイメージですよね。正直そんな感じですね。うん、まあ、どうなんだろうな、というふうに思うんですけれど、クゴ式、エヴァのクゴ式があったじゃないですか。あれがその、割引されて、4288金券でした。割引されなかったら、まあ、大体1万6000金券でしたので、まあ、その金枠の何かが入っているみたいな、金枠の金銃とか車が入っているみたいな感じには、まあ、ならないかなと思いますね。ワンチャンまあ、オレンジのバイクぐらいだったらあると思うんですけれど、わからんです。はい。オレンジのバイクがまあ、エヴァンゲリオンですね、4900もなかったと思いますんで、まあ、そこら辺でしょうね。オレンジジュース金プラス、オレンジのバイク。まあ、オレンジのジュース金で大体半分ぐらい、2500ぐらい持っていくと思うんで、2500とか3000とかね、金券持っていくと思いますんで、まあ、そこがね、4980金券相当ね、の大部分を占めるのかなと思いますね。そしてですね、まあ、1月の23日からですね、春節限定ガチャですね、これが来るみたいですね。春節限定、まあ、新しいね、新規のこの間のあったやつとはまた別のですね、春節限定ガチャが来るんじゃないかなと思います。次は何ですかね。春節シーヤーとか、シーヤーも嬉しくないけどね、まあでもマクラーレンが入っとって、それがピックアップでですね、確率が上がるのであれば、まあ、優秀なんじゃないですかね。はい。またですね、4つ目、イベント期間中毎日おすすめのレジャーモードに参加して獲得した新春バッジをイベントパックと。あ、なるほど。イベントパックだからですね、春節限定ガチャじゃないんですよね。まあ、イベントパックの中身によりますね。まあ、勲章でも入っとったら、結構ここでですね、レジャーをプレイするだけで新規キャラでも偽物ができると、そういう風な感じはありそうですね。で、5つ目、フレンドをゲームに招待すると春節限定アイテム。あ、これは上のやつと同じか。まあ、これでワンチャンね、フレンド招待ちょっと今一瞬消えとったんですけれど、まあ、それが復活するって感じですよね。まあ、オレンジ枠とかも何回も買うダイヤ変換できるといいですね。まあ、ちなみにそのオレンジ枠のジュース金っていうのはだいたいね、7200ダイヤか7500ダイヤになりますんで、まあそうやってみると、まあお得っちゃお得ですよね。フレンド招待のポイントとか余らせている方、また使える方っていうのは、こうやってダイヤに変換していくっていうのもいいと思います。そしてね、新規の、まあ、ARHK50 ですね、これがまあ実装されたといった感じです。全てのマップで使えるみたいですね。 HK50 は反動が弱く、スコープオン状態での射撃が安定しており、連続射撃に向いています。ということは、まあ単発ダメージがちょっと低いんかな。HK50 ね、PUBG とかもそんな感じですもんね。あと射程もね、なんか短いみたいですね。HK50、まあ、射程短いって言っても、言うて300メーターまで届くんだったら優秀でしょ。250メーターとかでもね、いいんじゃないですか。まあ、その AR もですね、持ち方によっては結構変えれますから。最近僕はあの ARSMG の方が多いんですけれど、 ARSMG にするとね、結構ね、スカートが持って強いからですね、まあ、ARSR の人とかやったらちょっとね、どうしても AR の方はね、限定されちゃうんですよね。クゴとか M4 だけになっちゃうんですけれど、持ち方によってはね、 HK50 も使えると思いますね。あと今レジャーのところにね、おすすめみたいな感じで出てたんで見たら、なんかどうもこれあれですね、レジャーのですね、順番を変えれるみたいですね。あと機動作戦もこれなんだかんだしれっと復活してますね。機動作戦、なんか機動作戦のね、あれなんですよ、武器とかが一部ね、ダメージ調整されてるんで、ワンチャンこれがこの中にある装備がですね、通常戦闘に、まあ、実装されてもおかしくないんじゃないかなという風に、まあ、思いますね。はい。まあ、グラップネルガンはさすがにないとは思うんですけれど、ね、シールドウージーとかね、まあ、ダメージ調整されて、渡り判定とかもちょっとちっさくなってシールドウージー実装されたら、まあそれはそれで面白そうですけどね。めっちゃそれで強いわけじゃないからですね、シールドウージーも調節されたらですね。てかさ、ここでね、今見ましたら、6番のところ見てくださいよ。主宅権者の要求に応じ、進撃の巨人コラボイベントの開催終了後は、起動作戦モードの日体起動装置は対戦中出現しなくなりますって。主宅権者の要求に応じってちょっとね、まあ、闇を感じますけれど、まあ、これ特になんもないですよ。まあ、普通にね、まあ、契約期間中外でですね、そういうアイテムとか、要素をね、持ってきたらいけないっていうのは、まあ、荒野行動だけじゃなくて、どのゲームでもまあ、当たり前のことなんで、契約期間外なのに、勝手にその他社のですね、サービスとか、IP、知的財産をですね、不正に応用しているみたいな、使っているみたいな感じになりますんで、これはまあまあ全然何もおかしくないですけど、ただなんか物々しい言い回しっすよね。で、一応下のね、お気に入りボタンみたいなのも押すと、
左側にレジャーを持ってくることができると。これ結構便利ですよね。団体とか面接とかやる人はいいと思いますね。あとなんかこれ、月間ログインボーナスのところ見たら、これ絵が変わってますね。ここに映ってるが。これ次実装するんですかね、このなんかスキンを。絶対実装するでしょ、この春節のこの装備ね。まあ、この感じで言うと、この装備も2000金券ぐらいの価値だから、多分オレンジジュースキンとこのスキン一着で2000金券でほぼほぼ全部持っていく感じなんかな。そんな気するけどね、なんか。容易に思いつきますよね。うん。あと団体競技場のね、あのエリア選択ってのもできるようになってますね、これ。採石場、旧市街、麦畑みたいな。結構いろいろ、これはね、でかいっすよね。うん。めちゃくちゃでかいっすね。本当に、このね、仕様変更はでかい。こうやって激戦にしてから、もう一回団体見たら、また変わるんですかね。あ、それ変わらんねや。選べるの3つなんだ、これ。ね。採石場と旧市街と麦畑のみ選べるんだ。まあでも必要なのね、だいたいこの麦畑と採石場ぐらいだもんね。うん。これでもこれ嬉しいっすよね。うん。どうだ？何やそれ何やそれ。お、ありましたね、こちら。HK50 ですね。7.62 って書いてるけど、7.62 って書いてるけど、これ、ゴゴロじゃんね。今自分があの、斜めに持ってないんで、ゴゴロっすね。ちょっと早速打ってみましょうか。構えた時がいいんでしょ？ドットがこんな感じの反動ですね。普通のドットじゃない時どれくらいやろ。ああ、なるほど。結構反動はね、かなり少なめっすよね。うん。うん、かなり反動はですね、少なめな銃ですね。すげえ落としとるな、これな。これ、PC 版で指切りするの難しいね。うん。難しい。単純に俺が PC 版になれてないっていう。一応、スコープオンにした時の反動がないみたいな。あんまないみたいな回答なんで、ニスコしかないんですけど、ニスコでちょっと使っていきましょうか。あ、反動は少ないかな。いまいちちょっとよくわかんないけど、一回フルオートで行ってみます。あ、なるほどね。あんま反動はないね。てかこれ反動方向がなんか特殊だね。特殊な反動方向じゃないね。とっても特殊な反動方法っすよ。アタッチメントは一応先っぽとマガジンとグリップですね。そこら辺をつけれるって感じが。特殊なね、反動なんですよね、これ。なんか。ほぼ真上みたいな。真上だけど、なんかジグザグに反動するみたいな感じの反動っすね。うん。で、これもニスコなんですけれど、ニスコにしては全然反動がないですもんね。まあ、ちなみに今27持ってるんで、27使いましょうか。27ね。一応アタッチメントとかも外しましょう。で、こっちだけつけましょうかね。これと比較してどんな感じかって見ていきましょう。27の反動が、27が大体ですね、腰打ちだったら、まあ、こんな感じの反動っすよね。構えたら、こんな感じ。今ちょっと20発しかなかったんであれなんですけれど、構えた時の反動がね、だいぶ HK50 はね、ないなっていう、そんな感じの反動をしてますね。さあ、ちなみに4スコのね、連射の反動もちょっと一回見ていきましょうか。4スコ連射どんな感じ？わからん。わからんね、これ。もちろんちょっとね、いつもより M4 とかと比べるとそんなないかなっていう感じはありますね。2発3発ぐらいで留めてみましょうか。ああ、でもこれ、マウスで、2発3発ぐらい、リコイル、できそうなんですよね。ちょっとこうやって頑張ったら、こんな感じで、真ん中付近に、着弾するように、できるんですよね。これワンチャンですね、頑張ったら、4スコフルオートできますよ。皆さん。頑張ったら多分ね、4スコフルオートできる。それぐらいの反動ですね。自分今マウス感度かなり下げてますんで、あれなんですけれど、普通にパッドのね、感度でやったら、全然この4スコフルオートできそうな武器ですね。HK50。4スコフルオートできたらやばいっすよ。まあ、200、300メーターぐらいだと思うんですよね。射程短いって言っても。なんで、その距離ぐらいであれば、4スコフルオートで相手を倒せる武器。これは素晴らしいと思いますね。で、今ちなみにグリップつけてました。グリップつけた時の反動が結構ないっすね。まあ、ドットとかでもいいと思うんですけれど、まあ、全然ね、4スコフルオートでワンチャン使えるんじゃないかなっていう反動なんで、モサの人とかは結構環境変わってやばいかもしれんっすね。一応アイアンサイトも使ってみましょうかね。あ、
これアイアンサイトじゃねえ。ホロサイトやん。えぐいんだけど、反動。あのね、ホロサイトのね、反動なさすぎ笑ったって感じですね。やば。これやばいね。うん。結構やばい。ホロサイト、いやでも4スクで戦おうか、今回は。えぐいぐらいないんだけど、ホロサイトの反動。ワンチャンスカーよりもないかもしれん。うん。それぐらい反動ないっすね。これ補正器つけたらもっとえぐいぞ。うん。補正器ちょっとないんでつけてないんですけれど、つけたらもっとえぐいと思います。いける。最後4スク使いましょうか。あ、めっちゃ下手くそかよ。ああ、でも、最初のね、3発ぐらいはね、マジで反動少ないんで、HK50。結構ね、これ環境変える銃なんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、反動はないんですけれど、やっぱ射程距離が、まあ、短いっていうふうになってますんで、まあ、そこでまあ、いろんな兼ね合いは取れてるのかな、というふうに思いますね。うん。それが何メーターなのかっていうのがちょっとまだわかんないですからね、何とも言えないところなんですけれどね。PC 版操作難しいわ。あ、慣れときます。はい。一応、銃器のところで多分見れると思うんで、見ていきましょうかね。HK50 が、射程距離450になってるね。他の武器と変わらんじゃん。ああ、そっか、他の武器550メートルだもんね、射程距離。でも HK50 が450メートルなんで、変わらんじゃん、じゃあな。変わっとれんやん、ほんと。何言ってんだって感じですね。ギャグ。じゃあ普通の多分射程で使えるぞ、ワンチャン。4スコフルオート。ねえ。フルオートじゃなくてもね、全然指切りできますんで、この感じやったら。いや、これは、やばいかもしれん。もしかしたら。やばい可能性ありますね、全然。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますので、よろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つもやってます。ミルダムと YouTube コミュニティ欄の方では、クランログのプレゼント企画もやってますんで、そちらもよかったら応募されてみてください。LINE の方では動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼちね、動画の方を上げてますので、よかったらそちらも見てください。登録もお願いします。そんな感じです。それでは、